フランス印象派絵画などを展示する19から20世紀ヨーロッパアメリカ美術ギャラリープーシキン美術館はロシアモスクワにある美術館。モスクワの旧聖主ハリストス大聖堂の北ボルホンカ通りを挟んだ場所にありヨーロッパ最大の美術館であり収蔵品の数は約10万点でエルミタージュ美術館に次ぐ世界2位。本美術館は本館のほか、 19から20世紀、ヨーロッパ・アメリカ美術ギャラリーと呼ばれる別館、青少年芸術教育センターなどの建物から構成されている。このうち本館では、古代エジプトから19世紀初頭フランスまでの各種美術品が所蔵され、19から20世紀、ヨーロッパ・アメリカ美術ギャラリーでは、フランスを中心とする印象派及びポスト印象派の絵画作品を中心に展示している。 プーシキン美術館の創設者、イワン・ウラジー・ミロビッチ・ツベターエフ。モスクワ大学芸術学部の学部長であったイワン・ウラジー・ミロビッチ・ツベターエフ教授は、かねてからモスクワに公共美術館を設立することを提唱していた。ツベターエフは、モスクワ大学附属美術研究所を核として、大富豪の有利ネチャー・エフ・マリツェフと建築家のロマン・クレインに、ロシア帝国の首都であるモスクワに、 美術館を作る必要性を解き、彼らの支援を引き出すことに成功した。さらにツベターエフは、時の皇帝アレクサンドル3世の指示も取り付けることに成功し、皇帝は美術館建設のコンペを指示した。このコンペでは、クレインの新古典主義による建築案が一等となった。モスクワ市議会の議決によって、モスクワ大学に無償で土地が譲渡された。 建設にあたっては、有リネジャーエーフマリツェフをはじめ、マーモントフ、モロゾフ、シェラプージン、ユスポフ、シェフテリなどの献金により、1898年、提訴。美術館は、コンペで一等であったクラインが本設計を行ったが、ウラジーミルシュホフ、ウラジミールシュコブが、ガラス張りのキャンティレバー、カンチレバーと暖房システムを、ジョルトフスキーが、正面玄関を、バルヒームが、内装など、 部分的設計を分担している。1912年5月に、アレクサンドル三世芸術博物館として、解説を見た。最初の展示品は、ヨーロッパ諸国の彫刻や古代エジプトの遺物のレプリカ、イタリア、オランダ、フランスの絵画、古戦や、古代の陶器などであった。ウラジーミル・ゴレニシチェフ、ウラジミール・ゴレノクシェブによって、モスクワ数学古文書モスクワマセマティカル・パピルスや、 ストーリー・オブ・ウェーナムンなどの考古資料が寄贈されている。平成期を通じて、美術館はモスクワ大学の付属美術館として、美術専攻の学生の学問、調査、研究の場として機能した。ロシア革命後、美術館の名称はモスクワ美術館を経て、1937年、モスクワ出身の国民的詩人、アレクサンドル・プーシキンの没後100周年を記念して、 プーシキンの名称を冠して、エースプーシキン国立造形美術館へ変更された。1918年ペトログラードからモスクワへの遷都が決定された後、ソビエト政権はエルミタージュ美術館から所蔵品の移転を決定した。これらの絵画は、現在のプーシキン美術館のコレクションの中核を成している。これにより、版画部と西欧絵画部が設立された。さらに重要だったのは、 1948年にモスクワの国立西欧美術館から世界的に名高い絵画コレクションが移されたことである。このコレクションはフィンセント・ファン・ゴッホ、ボール・ゴーギャン、アンディ・マティス、パブロ・ピカソなどの印象派とポスト印象派の作品から構成されていた。1981年から毎年冬にスビアトスラ・フリヒテルの提案でプーシキン美術館を会場に 室内楽中心の音楽祭、12月の夕べが開催されている。プーシキン美術館は13世紀から現代まで各派の西欧絵画を所蔵する。特にフランスを中心とする印象派及びポスト印象派のコレクションは世界的に知られている。このほかビザンチンの遺構も多数所蔵している。考古学資料も豊富でエジプト、メソポタミア、 ペルシアの出土品を多数所蔵している。第二次世界大戦で、ドイツ、ドレスデンのツビンガー宮殿所蔵の美術品を略奪し、10年間に、渡り、コレクションとしていた。これらドレスデンのコレクションは、最終的には東ドイツに返還された。ロココ新古典主義印象派及び、ポスト印象派1996年に、モスクワプルシキン美術館名作展室内への視線が、 静岡県立美術館、岐阜県美術館、和歌山県立美術館、福井県立美術館で開催された。2011年4月より、プーシキン美術館展フランス絵画300年が横浜、名古屋、神戸の3会場で開催予定であったが、東日本大震災の影響で中止となった。2013年、当初と同じ以下3会場での開催が決定した。 2018年、プーシキン美術館展、旅するフランス風景画が国立国際美術館で開催された。ありがとうございます。